はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も中級ハイグレードプレイしていきます。さあ今回は前回言っていた通りグランプリですね。いやー、どれぐらいの強さなんだろうっていう感じで、うん、あ、全6戦でポイントですね、いつも通りの。よし、パーツ制限ありってやってるけど、何パーツ制限、え、あ、ミッション5速まで、エンジンは 3000cc? ああ、なるほど、引っかかってるな、多分買わないとダメじゃないかな。2800だからエンジンは OK と、あ、ミッションがダメですね。いや、持ってるか、あ、持ってないか。5速買わないと。ん、あ、ボディショップ、いや、ボディショップはちょっと今見ていこうかな。ミッションだからこっちですね。んー、だいぶ違ってくるけど、どんなの売ってる？あ、バス、うーん、まあ、いつかボディも光沢があるな。お、全部なんかいいツヤしてるな。まあまあこれぐらいにして、で、うん、これ3000にしとかなくて大丈夫かな？なんかあれがちょっと気になるんだけど。よし、制限いっぱいかな。まあエンジン以外は。で、5周もすんの？マジで？10台か。お、なんか出てんな、耐久力的な。あ、このコースか。あ、短いショートコース、めっちゃ楽勝だぞ。お、ん、どうだ敵の強さはどうなんだろう。今のところいい感じですけど、やっぱり壁とかに当たるとこの耐久力がどんどん落ちていくのかな。今のところ楽勝ですね。これだけ楽勝だとなんか舐めてしまうんですけど、賞金も入ってくるのかな。ちょっと見てなかった。うわ、大丈夫そうですね。よしよしよし、まずだい、あ、まだか、まだかそっかそっか、いつも2周だから勘違いしてしまった。うわ、ピットもあんの。あ、なんかタイヤに来てんな。無茶して曲がったからタイヤが黄色くなってる若干。あ、ピットあるな、右に。ピット入る必要ないよな。なんか一周遅れしたやつが2位なのかなと思ってしまった一瞬。うわっ、大丈夫かな、タイヤへのダメージが。あー、曲がりにくくなってきたかも。うーん、かといってピットには入れないし、まああと一周持ってくれると思う願望ですけど、ここは落としていこうか。うわ、大丈夫かな。なるほど、ピットも入らないといけないコースが出てくるかな。なんか変な音鳴ってもんな。おお、あ、意外に差はないな。おお、6位、1秒もいかないぐらいか。6位までか。
まあリプレイは飛ばして、ん、なんだえ、6台しかいないの、タイムオーバーとかある、なんだこいつ、ファルケンハウゼンなんかすごい名前だな。328、あ、次これか。ここも同じ装備で大丈夫だと思うけど、エントリー台数は10台だよな。あ、賞金は出ないのか。優勝した時にまとめてもらえるのかな。あ、ここはあの浮くやつ買っといた方が良かったかもな。ここを5周か。ピットに入らないとダメかも。うわ、よしよし、回れ回れ。ここは結構きついカーブ、できるだけタイヤに負担をかけたくないんだけど。お、スクリューが効いてる。ここはこんなもんかな。5周っていうのがきついな。ピットはここか。1回入ってみたいんだけど、かなり差があるな。入れるかな負担のかかる走りを。よしよし、回って回って、でここはちょっとかなり差あるぞ。うわ、ここら辺で浮くな。うわ、遅い。タイヤ来てるかな。もう一周行きたいんだけど、差もあるしな。まあ大事に走っていこう。うん、明らか曲がりが悪くなってきてると思うけど、まあここは意外に楽。ちょっとブレーキ使ってしまった。かなり下がるな。これパーツ強すぎるんじゃないの、これグランプリでこの強さは。まあ油断はしないんだけど。よし、でピット入るか。お、へえ、やっぱり違いますね、それぞれ。2と4は似てるかな、ピットが演出というか。まあまあ独特ですね。お、まだ、わうわピットに入ったのにこれかい。しっかりしないと。やっぱり5周になってくるとね、集中力保つのが厳しくなってくるんですよね。だいたい3周だからな、集中力が保てるのが。いつもがそれぐらいなんで。お、ゴミ収集車、あ、やっぱ遅いんだ。ん、白くない、黒い、ゴミ収集車どう、あ、白いなお、かなりまだ差がありますね。よし、結構日誌遅れもできるかも。日誌遅れか。あー、ここぶつかったらちょっと来るな、やっぱり。お、見えてきた。なんか大丈夫かあいつ壊れそうじゃないこいつああなるのか。でもタイヤは食らってるけど、あんまりボディ部分は食らってないっぽいな。シャーシか。あいつはシャーシがやばかったんだろうな。よし、楽勝。今回はかなり差がついたんじゃないかと。あ、ゴールしない2位がゴールしない。10秒って相当な差だよ。おお、12秒ぐらいついたか。あれ、飛ばせない見守らないとダメ。
あ、煙くんがいる。おお、すげえ。おー、なんか頑張ってんなみんな。まだまだですか。これはちょっとひどいな。飛ばせんのかな。いろいろボタンを押してるんですけど飛ばせませんね。あー、ようやく終わった。よしよし、このやっぱり2位はあいつか。フィャルケンか。ちょっと言いづらいな。7位以降誰なんだろう、本当全くわからないんだよな。あ、8位、いや7位だな。10代いるはずなんだけど。お、ここか。じゃあここはオフロードで。よし、オフロードに変えてきたんで行きますか。5周つらいな。スクリューがあるか、あそこも大丈夫か。よし、ここ抹消するぞ。走りやすいコースではあるからマシンの性能が出やすいと思うんですけど、性能差がどう出るかな。やっぱり敵も先ほどは差つけられないかも。でここら辺だよな、あの速いやつに抜かれた思い出が。今回スクリューあるんでここは全然違うと思う。あ、スクリュー発動してない。あ、発動した。どうだろう、この差をどう見るかわからないな。271キロがマックスか。お、差つけてるぞ。やはりかなり強いこのパーツ。どこまで差が出るか。楽勝できるかな。と言ってもまだまだ油断はできない差ではあるんですけど、ここどうにかならないかな。端っこの方走ってマシになったりしない。微妙だな。うわ、差縮められてる。あ、そうでもないか。相手も水で遅くなるからかなり差はついた。あ、差ついてるってことは大丈夫そう。タイヤはでもガタが来てるから次はピットインしないとまずいかな。ちょっと見てみたいな、どれぐらいまで痛むのか。煙出てくるのかな。ここはほんと直線だから何もしなくていい。さあ、お、またゴミ収集車が。これは仕方ないな。おっと、赤くなってきたよ。タイヤが赤いよ。どうだろう、いけるかな。ちょっと試してみよう。どうなる、これ以上悪化するのか。ここはタイヤ、いや相当赤いんですけど。大丈夫かな。レース中止になることはないよな。でも全然走りやすいけど、確実に性能は落ちてるんだよな。スピードは落ちない。やっぱりグリップ力が落ちるってことなのかな。うん、別にこのコースだったら入らなくても良さそうですね、ピットに。よし、あと1周。タイム遅くなってんのかな。そんなに遅くもなってもないんだけど大丈夫だよな。 あいつ煙また出てる。絶対こいつ煙出るな。止めた方が良くない。黒い煙出てるよな。よし、んー、これ以上
抜かすのは厳しいかな。やっぱこっち入った方が早いよな、タイム。よし。うん、やっぱり、ここまでっぽい、追い抜かすのは。あ、これ以上タイヤは悪くならないんだ。なんか、お、こいつはこれ使ってんの？そうだよな、スキー板つける意味ないもんな。まあ見ておこう。まだ、あ、23秒ぐらい。すげえ音鳴ってんな。6位がまた遅そうだな。5位も遅いな。誰が何位か分かんないからな。切り替えられても音がやばいな。みんな煙出てんの。まあリプレイはいいんだけど、いや、ダントツ。大体同じ順位なのかな。微妙に違うかな。お、次がなんだこれ。ここ走ったことあるかな。はい、ということでちょっと前半戦走ってみたんですけど、いや、楽勝っぽいですよね。後半戦もこの勢いでいけるのかって感じで、今回は終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて秋につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画で後半戦ですね。お会いしましょう。アポロンでした。